全州議会は、スイス連邦議会の議員であり、上院に相当する。議員定数は46である。26の関東のうち20州は、各2名の議員を送る。残り6州は、各1名を送る。この6州は、歴史的な理由により、準州とみなされるが、実際には、州と同様に扱われる。議員の任期は四年間であり、議員は、 関東当局の指示に対して評決が拘束されない。スイス連邦憲法の下で選挙の方法が各関東に委ねられ、その条件は民主的な方法でなければならない。しかし現在ではすべての関東が公選で選ばれた議員を出している。通区州とアッペンチェルインナーローデン準州を除いたすべての州で議員は国民委員議員と同時に選出される。 アッペンツェルインナーローデン巡州では、物理的に召集された州民の集会によって、代表者が選ばれる。比例代表制が使用される、ジュラ州を除いて、代表者は多数制により選出される。議論において、ドイツ語とフランス語が用いられる。イタリア語とロマン主語は議論では用いられない。議論は通訳されないため、すべての議員はドイツ語とフランス語を理解しなければならない。 2015年の選挙結果による、括弧内の数字は、議席数。全州議会は、スイスの連邦主義の性質を表している。各州の議席数はその人口に比例せず、関東ごとに配分される。その結果、全州議会での一議席が選出されるための人数は2001年時点で、最大40倍以上に開き、アッペンツェルインナーローデン準州の一万五千人から、 中立州の約60万人まである。ありがとうございます。